いらっしゃいませ。あ、閉めちゃった。まあ、後ろか、私と。いらっしゃいませ。今日はどこ連れてってくれるんやろ、この運転さん。買い物してきたんや。買い物してきた。運転さん、見て、エムズ、ここ知ってるもん、毎回言う別に関係ないやん。親近感湧くやん。わかん、わかんの。同じ名前して。今日はちょっと奈良まで、奈良までお願いします。高いよ、行きも帰りも運転やで。奈良県桜井市までお願いします。高いよ、覚悟しときゃ。行きも帰りも運転して。もうな、飲みたいね。じゃあ駅ぐらい運転したい運転の道わかる。うん、天理までは。天理は行かへんで。どこ行くの。あの天理はあの西名阪道やけど、うん、南阪奈道っていうのになるから。あ、そう初めて、うん、道勘だやから行けるよ言われたけど騙されたな、うん、南阪奈道で三原ジャンクションから南、途中でこうなってるとこか。そう、あの松原まで行かへんから、うん、三原で南阪奈道行ってんの、あっち方面、うん、どっち方面かしら。あっちの方、羽曳のとこ、あっち方面、うん、ちょっと緊張してきた。言っとけよ、私波に反抗するから、ね、気をつけた方がいいよ好きに行って、うん、降りれって言われても降りたれへんから。一応ナビセットしときました。見方分からへんからな。そうそうそう、んおよそ 300m 先言われて分かってないやろ。 300m 先に難しい言い方せんの。すぐそこやで言ってくれたよ、うん、すぐそこ右曲がってやって言ってくれたよ。そう、いいやけど 300m 先右右折、いや右とか左でええしと思う。今曲がってって言ってくれた方がいいねんな。そうそうそう次の交差点な言ってくれた。そうそう、次の信号曲がってよ言って。そうそうそう、 700m とか、どっかに 700m やねんとか思う。ほこれほらほらほら、およそ 300m 先合流やって。分かるかって。そうやね、これ100円高速ですよ。知ってるよ。今日も天気悪いわ。工事してんで。料金は100円です、言うかな。言うんちゃう。トラックやったら100円ちゃうからね。ひしき料金所です、堺仙北道。さあ、言うでしょうか、言うでしょうか。不親切やなピーしか言わへんかったやろ、うん、今気づいたけど Google マップこれ見えるかな。スピードメーターついてる、速度計ついてる、うん、正確かどうか分からへんけど、ちょっと暗いな。ちょっとずれてるな。堺本線料金所来ました。雨戸で今不親切やな。 あの最後で言うよ。天理まで35分やって。空いてるわ、行かへんけど。言ってますよ。高速で案内で詰めるやつの気が知れん。こっち軍会鼻から左走っとけよな、うん、顎やし。これ左です。結局あいつ南半田行くんやったらなんであの真ん中で詰めてたんやろな。端っこ走っといたんやのに。行きりたいんや。行きっちゃうってやつ。そう、ああいうやつ嫌い。ただの行きり。でどこか分かってる。天理の方向いてんね。タジハヤ、タジハヤ。対面通行嫌いじゃないですか。あんまり好きじゃない。あんま好きじゃない。突っ込んできたら怖いでな、うん、羽曳野です。で、聖徳太子やで。うまい、大師匠。高いよ。
時やったらこの道も登らへんからしんどいんやけど、乗用車やったら快適やね。で、走りやすいこの道。よう分からんね。よう分からん。連続急カーブやって。よう分からんって走ってますもん。よう分からんって走ってますんな。初めてやもんな。とにかく奈良やで。だけどこっちの方が面白いかな思って、ほら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 、ジモッチしか通れへんような乗用車やから大丈夫や、乗用車から大丈夫、遅いし、ほんのこいつも許したって香川県から来てはるね、うどんの国やね、そう香川県から来てるんやから、私はゆっくり走り仕上げて、あ、むっちゃのどかやなここ、香川県の人って怒られるけどさ、自分の土壌かおり、そんなんやったら怒られるで、怒られるで、そんなんやったら私の仕事と元が一緒、風景が、あ、すごいぼったくりタクシー遠征やね、また暴行限界やって、トイレ貸してもらった、これとこれ買ってきた、トイレいや失敗、トイレ借りた、はい、行く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 、冷やしパイン、あ、甘くてこれむっちゃ美味しい、飲む？ちょっとちょっと、どうぞ返してください、この信号左みたいで、はい、牛のタンは食べたことあるけど食べれんじゃん、豚タンっていうか、いや分からんけど似たようなもんじゃん、牛も豚も、遠いな、すごい、大和二郎、これ何麺家系なん、我と俺っていう、俺っていうのかな、呼び方分からへんけど、桜井市入ったで、桜井市もう言ってる前、あと10分やって、ホルモンうどんいいね、この中華そばっていう響きがええやん、混んできた、右折か、ホルモンうどん、うまそうやな、どんなの、いいね、
昔ながらのお店って感じで、運転手さん知ってる地名出てきましたよ、天理って。うめえな。アスカ。初めて通るわこんな道。国道106号9号線で、あ、踏切や。電車交換。電車。近鉄かな。何鉄でも構えない。電車やけど、いまだにこの汽車のマークしてるでな、踏切のところ。踏切になったんやないな。踏切はなる。カン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 なるやん。遮断機は。踏切っていう。遮断機。全然電車けへんかったよ。残念残念。まっすぐまっすぐ。開けた。これ奈良県ってさ、この看板知ってた？あの方角書いてくれてるやろ、ご親切に。ほら左下、北が上って。どこに書いてる？あの田原本の下、左矢印の下にこの方位書いてくれてるやん。わかる？あ、え？あるやん、ほら N って書いてるやん、一番左下。今日もまたあなたの息子松和子。見えてきた。これ右です。名物三室買って帰ろう。おお、出たよ大鳥居。すごいなこの鳥居、いつ見ても。犬おでっか。お邪魔します。お邪魔します。どこ？よかった、晴れてて。続いて、左方向もうついてますよ。なんてそれ、いかんてんか。はい、水が綺麗、うん、なんか透き通ってるな、うん、あいちゃん。お酒飲みたくなってきた。後で行こう、ここ後で。そうね、俺ここでずっと電車来るの待っとこうかな。駅、電車行ったら歩いてすぐ。そうめん屋さん多いな、さすが三輪そうめん。ちょっと多めのやつでも。ちょっと電車踏切になったから待っとこう。お待たせしました。そんなコロコロ、うん、お参り終わったんで、すいません、いいですか。かき氷のブルーハワイが一つと、ブルーが1つと甘酒が一つと、はい、バニラえソルト、はいはい、冷やし甘酒。お母さん、おいしそうやな、あいちゃん、うん、どんな味？おいしい？ブルーハワイ、おいしい。この辺やたら冷やし甘酒落ちてくるけど有名なんかな。あ、おみき、おみきセットやって。お参りしてきたんで戻ってきました。いいな、涼しそうやな。三輪そうめん流し、かわいいです。
見て、関西やな、これ冷たいすっきり冷凍やで、冷たいミーコーマンで、ミーコーって何、ミルクコーヒーやろ、ほら、何これごっついな、この自販機見て、バナナ刺さってる、ほんまや、クレープ、クレープの自販機やって、散髪屋さんやでな、うん、懐かしいわ、これ水伝ってくんやろ、上から松ぼっくりがこんなとこにある、生キャラメルスペシャルでしょ、生キャラメルスペシャル、お前出てくんかな、押すで、うん、いや、クレープやクレープやお返しくださいって、お店で返さなあかんかな、どうなのか、ちょっと出すわ、ちっちゃ、いや、ほんまにクレープ出てきた、ほんまにクレープ出てきた、どっから受けろ、え、また食べる、もちろん冷たいうちにクレープや、ほんまのクレープや、熱い、いただきます、クレープや、うまっ、お釣り取った、ちょうど入れた、オンパラ祭りやって、なあ、風吹いてきた、のれんがいい感じになびいてる、まだ、鳥かアサリどちらか選んでいただけます、はい、こちらにスペアリブがついたもの、揚げたて天ぷらついたものございます、はい、トマペシの代わりにいなり寿司になったものございまして、一皿に2つ買っております、トッピングでとろろなどつけていただくとまた味変えて召し上がっていただけます、はい、単品メニューのそうめん流しのみ、入麺のみもございます、あ、わかりました、お決まりになりましたら、はい、見てこのポイント懐かしい、吉本の帯谷さんみたいな昔のな、失礼いたします、こちらが椎茸の吸い物になります、美味しそう、こちらがそうめんの串を焼いたものですね、はい、こちらこのままでお召し上がりください、これすごいな、すごい水たまり出した、うーん、下だってダクトついてたもん、そうめんの串やって、いただきます、いただきます、うまっ、生き返る、そうめんの節そのままやって、あ、酒のあてになる、美味しい、これ何やったっけ、椎茸の吸い物、あ、吸い物、あ、おいしい、え、何だったっけ、あ、おいしい、どう、うまい、おいしい、おいしい、そんな、そうめん流していただきまして、2、3周しますと皮がほぐれていきますので、はい、ほぐれてからすると、ね、わかりました、じゃあそうですよね、流すで、ちょっと待って、これで食べちゃう、これで食べちゃう、2周回しちゃって、待ってやって、ちょっと待って、垂らして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 、
そう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 、それでは食べる。夏やな。夏やね。うまい。うん。じゃあ飲もう。これ薬味入れたやん。これ回す方のやつやな。めっちゃうまい。うん。いくで、回すで。ここで待っといたんやろ。うん。うわ。こっち入れる。入れて。これ回すようやな。うまっ。めっちゃうまい。来たよ。ピラリクの客さん。はい。ありがとうございます。ママこれじゃない？うん、ママ天ぷら。これは、え、わかめなんだ。これは食べる。これはま、これじゃあ回す。あ、これ。ナッツやな。うまい。失礼します。浜飯のご用意を。あ、あーちゃん、そうめん食べれるやん。食べれたんか知らんけど。天ぷらも邪魔そうやで。エビから。うまっ。家ではそうめん食べない人がめっちゃ食べてる。薬味入れんでも美味しいな。まだ薬味一回も入れてない。コットさん。コットさん。ほら。あ、うまそう。あさりの釜飯。めっちゃあっさり。で、おこげ。鶏の釜飯を。ありがとうございます。全部それ入れてない。全部入れてないよ。あーちゃん食べて。食べて。
ここ一番美味しいとこ。追加来たで。あ、アイちゃん入れる？そうね、入れて。豆乳さん、豆乳くらいにさ。そうや、アイちゃん、透明やから。ビールは飲むの忘れるぐらい美味しい。ビール全然減ってないんだ。うまい。もう一回カメラの前通ったよ今。でーよ。わかったよ。確信犯。美味しかった。出る頃には大行列。めっちゃ待ってる。雨やった、雨降ってたけど止んだね、うん、食べてる間に。食ってるだけちょっとマシやった。だいぶマシやった。だいぶなんかこれあの100均で300円。ワンタッチで畳める。ワンタッチでワンタッチで畳める。ぐちゃぐちゃなったやん。ワンタッチじゃないやんこれ。どんなんすの？決めるんちゃう？動画的にはバーンって開いて顔面当たるのが面白いんだけど。くるりんぱ。お土産買いました。見て、大鳥居。ぼったくりタクシーと大鳥居。上よ、上。美味しかったな、宮そうめん。美味しかった。本場のそうめんはうまかったよ。あやちゃんが食べたからな。この池里もあの有名やでな、宮そうめん。 あと宮そうめん言うと山本ちゃん。山本そうめん山本ってなんか CM あったでな。交番のとこ食べに行ってん、うん、一回。でもあの兵庫県はあれやろ、あれ何やったっけ、イボの糸やろ。イボの糸派と宮そうめん派で分かれる。どっち派？どっち派？どっちでもいい、美味しかったなんでもいい、うん。このフレーズなんかこの前昨日も言わへんかった。どっちでもええって。でもほんまあのそうめんの町やね。そこら中にそうめん、あ、お好み焼きがあるかな。でもね、名物の三室も買えたし。名物なんやらしいで。だってあのこの書いてるのはこの電子橋で名物三室って書いてるやん。ちょっと高級チックな感じやったな。なあ、ちょっとあの入りにくそうな雰囲気出てたよ、うん。着物着て入らな、なんか。それはない。あ、ラーメン軍団、歴史を刻めや。何これ。あの二郎系やろ。ここちょっとあれやでな、あのちょっと前ボヤあったとこやね。あ、そうなの。ニュースになってた。あ、柿の葉寿司や。これも奈良の名物やね、うん。ちょっとあの松開けてきたな。食砂糖もういいな、お腹いっぱい。靴は強引に出てきよんな。今カメラが天然液。あ、あっち天然液。
ドンキホーテ向かってんやろ。そうやね。ドン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 キドンキホーテ。あ、なんかまつげ買いに行くんや。まつげが不具合起こしたから天理のドンキホーテちょっとあの寄り道急遽天理の寄り道ドンキホーテ。あれちゃんのまつげ不具合起こしすぎて不具合起こしたんや。もう多分その辺にドンキあるで。回ってるやんの上くる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 。これ左、ここ左やね。あの次の、そこ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 。はま寿司もある。すごい。毎月28日はパンツの日やって。パンツの日やね。パンツの日。すごい、ドンキホーテ平屋や。いや、2階建てや。あ、2階建て。まだお昼、ちょうどお昼や今。パンポンパンポン。今日は28日じゃないからパンツの日じゃないな。ほんまや。死んじゃえ。まずきを買いに。この人だけは。こういう場所に参加初めて見た。セルフィックスやってる。じゃあ玉石奈良公園看板出てきた。ここもあれ矢印。エネオスがすごい色が悪い。うまよ。何て言った今。え、もうじきあと300m。雨降ってんじゃん。カラオケラウチラブソングオープン。混んでんかな。ストロベリー工房どこ。これもうちょい先、もうちょい先、もうちょい先。贅沢いちごやって。見て、贅沢いちごやでこれ。すごい。ちょっと贅沢にした。田んぼ見ながら。いい感じやね。雨降りそうやけど。めっちゃうまそう。めっちゃうまいよ。めっちゃうまい。いちご農園が作ってるやつやからうまいはずやでな。これ。あ、いちご甘い。おいしい。氷ふわふわやな。うん。田んぼ。下田んぼ。なんでそんなことになった。なんかあの小さい子が食べるカレーライスみたいになってて。おいしい。うん。ずっとなんかさっきからカチャ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 言ってるな。みんなあのお上品に食べてんのに。いちご丸々入ってる。うん。意外です。あそこ帰り降ってんじゃん、あの辺。降ってる。こっち帰りじゃない。こっち。あ、こっちなん。うん。じゃあ家がこう、通るな、あの辺。あの、真ん中。こっち雨降ってるよ。やねんな。こっち雨降ってなかったら、こっち、前だけ雨降ってる。分からん。意味が分からん。だから、雨雲が陽さんかかってる方とかかってない方が家の真ん中やったら家はどうなるんやってことや。そんな知らん。分かる。曇ってきた。あっちの山の方も降ってせ、うん、大雨に注意やって。ドキドキワクワク。もうでもあと帰るだけやから。すごい、ぼったくりタクシー。雨の中に突っ込んでいくの巻き、うん、なんか雨降ってきた。やってきた。
ああ、振り出してきた。やつはやってきた。やってきたね。あやさん、境目はさっきやったよね。あ、そこなんか。うん。だって後ろ明るいもん。うわあ。来た。来た。来た。すごい。何これ。この差何？やば。今まで平成やったで。いや、後ろ明るい。後ろまだ明るいね。うん、女来る。急に来た。急に来た。あんな境目やったじゃないか。あ、そうか。うん。急に降ったな。さっきのあの交差点ぐらいから変わったね。来たね、言ったぐらいから。あそこの渋谷さんの境目。ちゃうちゃう。そのころ来たでって言ったところらへんが境目やね。そんなことあるっていうぐらい。めっちゃ降ってきた。すごいな、うん、あのそうめん屋さんところも雨降ってんかな。降ってんじゃん。のんきにかき氷外で食べてたのに。危ない危ない。歯ブラシ専門店やって。歯医者さんじゃないんや、うん。磨きやすい歯ブラシ。奈良県天理市で豪雨の恐れやって。出会ってる。もうナビも雨マークなり出してきた。うまよ。あ、これ Google マップちゃうで。元々のホンダのナビです。でも向こう明るくなってるで、カナートモール泉府中。大阪帰ってきましたね。うん、おにぎりなかろうと思って。帰ってかそこ入ろうか。おにぎりゲット、あやちゃん、うん、今日はよう食べるな、みんな。もう明日からも何時なんか買って帰ろう。何買おう。買い物。ちょっとあの当て、このままやろ。これ何、この一本、この一本なんだ。この一本も好きになる。はい、到着。帰ってきました。帰ってきた。今日は一回も運転せへんかった。よかったよかった。楽しかった。あー疲れた。3万ぐらいやろ。おっしゃるやろ。いつも通り3か10やろ。どうせそんなふざけた。コーヒーも買ってくれたし。そんなふざけたエレベーターだなって。ぶっかめた金でガソリンと離れたなあ。5でいいんや。5000ちゃうで。54つちゃうで。5個5個5が5個。5、0が5個。1、10、100、1000、万、10万。50
50万片手ってやつだよね。また払うわ。この人いつもまたじゃあほな。なんか散らかして、おーちゃん。はい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 、ただいま。よっしゃ。みんなに挨拶いたい。ただいま、落ち着き。開けてみて。リムロ。モナカやね。うん、モナカや。開けますよ。はい、オープン。あら、まだ。ああ、もう来た。リムロ。この紙を引いてお召し上がりくださいって。あ、ほら、見て。リムロ。釣れる。どうぞ。これだけ。それだけ、1個目だけじゃん、取りにくいから。あー、そうなんだ。いただきますよ。もう、この辺むちゃくちゃやで。うん、三村お上品なわ。あー、ゲリラ豪雨やって、回ってきたね、さっき、うん、お店も上品やったけど。な、三村白玉屋って書いてる。いただきます。うん、あ、お上品や、美味しい。また次食べる人、引っ張り出せるように。え、自分にやりたいの。そうそうそう。どうしようか、ほら、うん、できる。どれやったっけ、愛ちゃんなんかあれ言ってたでな。豚キムチ。どれが豚キムチやろ。美味しそうなおにぎり。これベーコン。あ、それベーコン俺、うん、あ、これたらこや。これや。ベーコンうまそうやな、これ。あと俺鮭も言っててんな。あんだけ食べたのにまだ食べるという。うわ、うまそう。ほら、あいちゃん、開けるよ。どうじゃん、おにぎり。あいちゃんの。どうぞ。何か食べよう。あー、こけた。豚キムチこけた。はい、どうぞ。ちょっとこれ、ビーリーカナートで買ってきた当てです。え、祇園祭りやってんねや、今、京都。どう、うまい。うん、おいしい。おいしい。いただきます。運転してないけど。あー、おいしい。枝豆と。何からいこう。ベーコンからいこうか。ベーコンむっちゃうまそう。ほら、うん、あー、明太子。明太子焦げた。鮭に寄り添ってもらうか。候補回るんじゃん。でも回らへん。おー、中にもベーコン入ってる。おやつコロッケ。またこうやってビールが合うのよ。バイバイ、あやちゃん。バイバイ。